はいどうもこんにちは今回からは音のドップラー効果に入っていきたいなと思いますドップラー効果というのは何かというと救急車が近づいてくる時には高い音遠ざかっていく時には低い音になってるんですねなので音を出す物体が近づいてくる遠ざかることによって音が高くなったり低くなったりすることを音のドップラー効果と言いましたでもちろん音の高さというのは何で決まったかというと振動数で決まってたんですね でその音の振動数を求めるドップラー効果の式これを今回は導出していきたいんですがこの導出にあたってすすごく大切なポイントが何箇所かありますそこをしっかり丁寧に説明していきたいと思いますので一緒に頑張っていきましょう。いつものように授業プリントは概要欄にリンクを貼っていますので是非プリントアウトして書き込みながらこの授業を受けてみてください。 ではまずねドプラ効果の式を導出するにあたって一つずつ流れ確認していきたいんですがまず音源があって振動数 F の音を出していますそれを時間 T 秒間かけて音を出した時ですねこの音源が出した音そして音が進んだ距離を使ってまずは V ラムダの基本式を証明していいいきたいなと思いますそれで確認した後ですね音源が進んだ時に一体何が変わるのかっていうのを見ていきたいなと思います。 はい。では、まず最初に言った通りですね、V コール F ラウの証明からやっていきたいんですが、振動数 F の音源がですね、音を出しました。音の伝わる速さがラージ V と考えてあげると、音が伝わっていくんですよね。今、音がここから出始めて、時間 T 秒経って、ここまで進んだとしていきましょう。ではもちろんですが、当たり前ですけど、音が進んだ距離は、この音源があるところから、音の先頭のところ B もですね、これが音の進んだ距離。それが音の速さかける時間で計算できるわけですから、 v かける t になってるんですねはいでは続いてですね波長も関連付けていきたいなと思うんですがこの A から B までの長さを波長を使って表していきたいなと思いますもしですねこの波の個数が分かってしまえばこの長さを出すことができるんですよね例えば1波長波の長さがラムダとしてあげると波が1個だったら1波長ラムダですよね波が2個だったら2ラムダ3個だったら3ラムダになるんですよねなのでこの区間 AB に含まれる波の個数が分かりさえすれば 個数かけるるる波長長ラムダをを上げこことによよってこの長さを計算できるんできんすよねじゃあ A から B の間で何個の波があるのか要するに時間 T 秒間の間で音差が何個の音を出したのかこれを考えてあげたらいいんですね。じゃあ振動数 F の定義これ確認していきたいんですがこちらでした。 振動数 F っていうのは1秒間に振動する回数のことでしたね。なので振動数が F ということは1秒間に F 回振動するということでした。もちろん1回振動すると上下に振動するわけですから波が1個分出てくるというわけなんですね。なので1回振動すると波が1つ出てくる。1秒間に F 回振動するってことは1秒間に F 個の波を発生させるってことがわかるんですね。なので今時間 T 秒間かかっていますから1秒間で F ってことは t t 秒間で t 倍で倍すよねなので FT 以降の波が発生した要するに A から B の間で FT 以降の波があるってことがわかるんですねはいじゃあ区間 AB の長さを波長ラダ使って表すことができましたよねさっきも言いましたが1個でラダ2個で2ダ今 FT 以降ありますから f t ×ダですね はい。よろしいですかね。なので、AB が音速を使ってあげると VT 使って表せますし、波長を使ってあげると f t ×ダで表せますから、同じ関係式になってますからね。なので、T が消えて V イコール f 要するに波の基本式はこれで導出できたということですね。なので、この考え方が、まあ、どうやら正しいってことは理解してもらえるかなと思います。では、これを使ってですね、音源が速さ V で運動している場合はどうなるのかっていうのを考えていきましょう。まずですね、音が進んだ距離見ていきましょう。 条件はさっきと変わらないんですよね。時刻0秒の時に音を出し始めたってことは変わらないんです。じゃあ音の先頭がどこまで行くかっていうことなんですけども、これねよく勘違いする人がいるんですけど、これですね音源が動いていると音の伝わる速さ音速が速くなるっていう人がいるんですよね。 なんで走りながら「あー」って言うとその「あー」の伝わる速さが速く伝わるっていう人がいるんですけどそれはないですよ、ね、音速っていうのは何かっていうと空気の振動が伝わる速さですから僕が移動したとこで空気の振動が伝わる速さは変わらないですからね。 音速が変わる時っていうのはずっとやってますがこちらでしたね。室温が変わった時要するに風が吹いた時ですね。まあ僕が動くことによって風が空気の流れができてね風が吹くってことはちょっと正直ありえないですよね。そんな勢い大きさのある人ではないですからちょっとありえないですから風が吹いてるわけでもないですし室温が変わったわけでもないですから音の伝わる速さは変わらないです。じゃあ音が伝わり始めたのは時刻0秒でここ。 今先頭がここまで来ているわけですから音の進んだ距離っていうのはこっからここまで先と変わらない A から B までですねはいではついでにですねこの音源が進んだ距離も出していきましょう音源が進んだ距離は A から C までですね音源の速さは V として考えてますから A から C までが進んだ距離速さかける時間で距離が出てきますから v かける t ですね はい、じゃあ先ほどと同じように波長を使って何個の波があるかってことを考えてあげて波の長さを出していきたいんですが今回波が含まれている区間がどこになってるかというとさっきは A に止まり続けて音が B まで進んでたので最初に出した音が B にあって一番最後に出した音が A にありますから A から B の間に波が含まれてたんですよね。 届いていてて、て最後に出した音ってのはここですよね。ここで出した音が最後にあるわけですね。右ににに進む波で考えてああげると、と。最後に出した音は C にありますよとなので時間 T 秒かけて FT 以降の波を出す振動数は変わらないですからね音源が動いたとしても揺れ方は変わらないですから振動数は変わらないので FT 以降の波を出してるっていうのは変わらないんだけど最初に出した音を最後に出した音がここですから FT 以降の波が含まれるのは 今回は A B ではなくてこの B C 間になってるんですね。はいよろしいですかね。もうこれでさっきと明らか違うってことがわかると思うんですが、同じ数の波なんですけど含まれてる区間が短くなってますよね。なので同じ波の数で区間が小さくなってるってことを考えてあげると一つあたりの波の長さが短くなっているわけですからね。なので波長が明らか短くなっているってことがこの図から見てもすぐにわかるかなと思います。 はい。では、この BC の長さを波長、短くなった波長ラムダダッシュと、ラージ v, スモール v, t を使って表していきましょう。はい。では、確認していきましょう。BC の長さはラージ v t スモール vt ですね。共通因数 t でくぐってあげると、ラージ g e v-small v×t ですね。同じく波長を使って BC の長さを表してあげると、1個あたりの波の長さはさっきよりも明らかに短くなっているので、ラムダダッシュ波長ラムダダッシュにしておきましょう。 じゃあ1個あたりの長さがラムダダッシュなんだけども波が Ft 個入っているのでこの区間の長さっていうのはなのでここから整理してあげるとラムダダッシュっていうのが F 分の V 引く V というふうに計算できるんですね。 で今回音源が音が出る方向について追いかけていきましたから追いかけた分だけちょうど短くなってるんですよね。でさっきの V イコール f ダの関係式からダイコールの形にしてあげると F 分の V ですよね。追いかけたから明らか短くなる。ここですよね。スモール v ですよね。 追いかけた分だけ音速に比べて V だけ短くなっているってことですね。なのでこの形をですね、F 分の V は覚えておいてもらって、V で追いかけたから短くなるというふうに覚えておきましょう。はい、よろしいですかね。音源が動いた時の波長を求める問題っていうのもありますから、このね、追いかけた分だけ短くなるというふうに是非覚えておいてください。 ははいそれではですね今回音源が動く場合先ほど最初に説明しましたが救急車が近づいてくる時遠ざかる時っていうのがあったんですけども観測者が動くことによっても音の高さっていうのは変わってきますので今回観測者が動いていく場合を見ていきましょう。まずは観測者が止まっている時にさっきと同じように V=F ラムだっという関係式がちゃんと成り立っているのかっていうのをまずは確認からしていきたいなと思います。 じゃあ今観測者が聞く振動数がどう変わっていくかっていうことになりますからこれを使って見ていきたいんですが今観測者が止まってる時ですね音が今ここで聞き始めました初めて聞いたんですねでその後音が通過していって時間 t 秒経ちましたよとじゃあ音が進んだ距離は最初ここにあって観測者の位置にあったものが先頭が今 b に来てますから音が進んだ距離は a から b でこれが v×t 速さ×時間で表されるんですね はい、では続いてこれを波長ラムダを使って表していきましょう波長ラムダを使って表していきたいんですが今回のこの音ってのは何かっていうと観測者を超えた分になってますから観測者が効いた分になるんですよね。なので観測者が効いた振動数を使って考えていきましょう。 はい、じゃあ観測者が聞いた振動数 F' としてあげると1秒間に F' 個の波を聞いたことになるんですねそれが振動数の定義でしたね。なので時間 t 秒間で何個の音を聞いたんですか要するに何個音が通過したんですかと A から B まで何個の波が入っているんですかってことがわかるんですね。なので1秒間で F' ですから t 秒間で t 倍 F't 個の波がこの区間に含まれている聞いていたってことがわかるんですね。 はいじゃああとは AB の長さを求めていきましょうまずは波の波長を求めていかなきゃいけませんね波の波長はどんな時に変わっていくかっていうと音源が動いた時ですよねなので音源が止まっていたら波長ラムダのまんまですし音源が近づいていたりとか遠ざかったりとかしているとラムダからラムダダッシュに変わっていくということですね今回はもう何も書いていませんからどっちかわからないんですが音源が止まっている時で考えていきましょうなので波長がラムダのまんまですね はいでは A B の長さを2通り使って表していきましょう。まずは音の伝わる速さを使ってあげると速さかける時間で v t ですね。で波長を使ってあげると波1個あたりの長さがラムダで波が何個含まれたか聞いていたかってことを考えてあげると f ダッシュ t 個ですからラムダかける f ダッシュ t ですね。 はいでは整理していきましょう VT と f t ダが等しくなってますかね同じ AB を求めてますから T 消してあげると V イコール f ダ波の基本式の関係式になってますねで V とラムダがここですね同じ値になってますから結局はこの F' は F と等しい当たり前ですね音源が止まっていて観測者が止まっていたら音源が出す振動数と観測者が聞く振動数同じになってるはずですからねなので同じになってますよということですねはいじゃあこれで確認ができましたから観測者が速さ V V' でで遠ざかっていった場合ですね音源から遠ざかっていった場合にどうなるのかっていうのを確認していきましょう、はい、ではまずここですね時刻0秒で点 A で音を聞き始めましたとそれが時間っていうようになって音の先頭が B まで来ましたよとなので音の伝わる速さラージ V を使ってあげると音が進んだ距離は A から B ですね。 これが速さかける時間でで VT とと出せるといい、うわけですね。はい、よろしいですかねで。何回も言ってくどいようですが音の伝わる速さが変わる時っていうのはこの時でしたね。室温が変わる時そして風が吹いた場合ですね。観測者が動いたところで音の伝わる速さ変わるはずがないですからね。なので速さかける時間で VT ですね。 じゃあ今回この観測者の聞く振動数を使ってこの区間長さを求めていきたいんですがまずこの観測者が聞く振動数を F' とさっきと同じように書いていきましょう。はいじゃあここでですねさっきと同じようにですね聞いた音の数×波長で長さを出していきたいんですがまず観測者が聞いた音ってのはどの区間に入ってるかっていうのはいけますか AC 間はまだ聞いてないですね音が伝わってきたんですけどまだ到達してないですかね。 この人が音を聞くためにはこの人を通過しなきゃいけませんからこの人が聞いた音ってのは B から C の間に含まれてるんですよねなので B から C の間に含まれてるのがこの人が聞いた音で1秒間で F' の音を聞いてるわけですから。 T 秒間ですから F'T この波を聞いた要するに BC 間に F'T この波が含まれているということになるんですね。はいではあとは波長が分かりさえすればこの BC 間の長さが出せますよね。今回音源が動いてるか動いてないかによって波長が変わってしまうんですけども音源が止まっている要するに波長がラダのまんまとして考えていきましょう。 はいじゃああとは BC 間の距離を求めることによって振動数 F' を求めていきたいんですが残ってるのはここですよね観測者人が進んだ距離っていうのをしっかり求めていきましょう速さ V' で時間 T 秒間ですから AC 間の距離は V'T ですねはいではこれまでと同じように BC を V 使ってル v ダッシ v' を使ってと F' を使ってで2通りで求めていってくださいどうぞ、はい、では計算確認していきましょう BC 間の長さが l v t 引く vt-v't ですね T T ででくくってあげると v v かけると V-V' けすねそれに対して聞いた音の数が bc 間に含まれる波の個数になってますから f't 以降の波があって1個あたりの波の長さがラムダですから2個あったら2ダ3個あったら3ダですから個数倍してあげたらいいということで F'T かけるラムダですねここから f' の値がラムダ分の V-V' ですね今回の波長ラムダっていうのは音源が静止している時で考えてますから f 分の v ですね。 それを代入してあげるとここ F 分の V ですから V 分の F の形になってますので V 分の V-V'×F になっているということが分かるんですね。なのでこういうふうにね観測者が遠ざかっている場合ですね遠ざかっている場合は分子の値が小さくなりますから低い音になるわけですね。で逆に左側にね音源に近づいている場合っていうのは全部ここのマイナスをプラスに考えていかなきゃいけませんからね。ここの C がこっち側に来ますから ここプラスになってますからねからその時は振動数が大きくなってる要するに高くなって聞こえるということがこの式からは分かるということなんですね。はいそれでは最後ですね観測者も音源も動いている場合これらを考えていきましょう。まずですね 音源が動いたらどうなるかっていうことなんですけども音源が動いたらどうなるかというと追いかけていくと波長が短くなる遠ざかっていくと波長が長くなるということだったんですねなので音源が動くことによって何が変わるかというと波長が変化するということだったんですねそれに対して観測者が動くとどうなるかっていうことなんですが音源がね1秒間に FT 以降の波を出してるんですよね観測者が止まってたらもちろん 時間 T 秒間で同じ FT 以降の波を聞くはずなんですね。だからこ,っからこここからに FT 以降の波が含まれてるんですよねで観測者が動いてることによって音源が出した音の数っていうのは FT 以降ですね。A から B の間で FT 以降の波が含まれててるんだけども全部聞いてないですよね観測者今ここまで来てますからこの区間に含まれる波は聞いてないですから FT 以降よりも少なくなってるんですよね。なので観測者が動くことによって観測者が聞く音の数が変化してくるんですよね。 聞く音の数が変化するってことはもちろん聞く音の振動数が変わってくるってことになるんですよね。なので音源が動くと波長が変化するし観測者が動くと聞く音の数が変化することによって振動数が変わってくるということなんですね。はいじゃあ音源が動いた場合観測者が動いた場合両方動いた場合にどうなるかっていうことなんですが結局はこれなんです。観測者が動いた場合こうですよね。 音源が動いた場合は同じですよね音源が動いたところで音の伝わる速さ V 音の伝わり方は変わらないわけですから同じ波になるわけなんですね。何が変わってくるかというと音源が動くことによってここの波長ラムダがラムダダッシュに変わるだけですよっていうことなんですよね。なので音源が動いた場合はこの子のラムダがラムダダッシュに変わるので。 このラムダダッシュを代入してあげると V-V 分の V-V ダッシュかける F で表されるんですよね。で、この時の V っていうのは音源の速さでした。音源の速さは分母に来るんですよね。 でそして V' ですね。V' はどこに来るかというと分子に来てるんですよね。なので分母では音源の速さ分子では観測者人の速さですねそれを音速から引いてあげたものをそれぞれ分母分子に書いてあげて元の振動数 F をかけたものがドップラー効果の振動数の式になってるってことが分かるんですね。さあ次回の動画ではこのドップラー効果の式の覚え方そして使い方を詳しく説明していきたいなと思いますのでそちらの動画も期待しておいてください。 はい、ホームページにはたくさんの問題を用意していますので是非概要欄からチェックして問題をたくさん解いてみてくださいこの動画が良かったなっていう人は是非高評価いいねとチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは最後まで聴いていただいてありがとうございました